紀元前324年、スーザでのスタテーラ2世とアレクサンドロス3世、ドリュペティスとヘファイスティオンの行動結婚式の様子を描いた19世紀の絵画、ドリュペティスはアケメネス朝ペルシアの王女である。姉にアルゲアス朝のマケドニア王アレクサンドロス3世のヒスタテーラ2世がいる。ドリュペティスは紀元前350年から345年の間にアケメネス朝 ペルシア最後の王ダレーオス三世と王妃スタテーラ一世の間に生まれた。父がマケドニアのアレクサンドロス三世の侵略に対抗して遠征を行うと母、姉のスタテーラ二世、祖母のシシュガンビスと共に同行させられた。紀元前333年のイッソスの戦いでダレーオス三世が敗走すると取り残された家族はマケドニア軍に捕らえられた。 大王は捕虜となった彼女らと会い、ドリュペティスとスタテーラに結婚の際の持参金を持たせることを約束した。ドリュペティスは繰り返し家族の身請けを試みたが、アレクサンドロス3世はドリュペティスとスタテーラにギリシア語を習いに数差に行かせる紀元前331年まで捕虜にしたままにしておいた。紀元前324年、ドリュペティスはマケドニアの将軍で、 アレクサンドロス3世の友人であるヘファイスティオンと結婚したが、すぐに未亡人となった。翌紀元前323年に、ドリペティスがアレクサンドロス3世の日となっていたアネスタテ・ラ二世と共に殺害されたというプルタルコスの記述は多くの歴史家に受け入れられている。同年のアレクサンドロス3世の旧姓後、アレクサンドロス3世の最初の日であるロクサネが、 ライバルの除去を図ったとされた。しかし、歴史学者のエリザベス・カーニーは、スタテーラ2世は、アレクサンドロス3世との間の子供がいなかったので、姉妹は、ロクサネにとって脅威にならず、実際に、ロクサネに殺されたのは、アレクサンドロス3世の日であった可能性のある、アルタクセルクセス3世の娘パリュサティス2世であったという仮説を唱えている。ありがとうございます。